サラ12分のチャレンジ。あれ、え、いや、え、待って、こんにちは、シロコチャンネル12とグッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。はい、はい、今日は何をやってかと言いますと、なんだい、ちょっと前にですね、うん、あの動画で出たと思うんですけれども、まあ、視聴者さんからの、まあ、リクエスト企画でございます。はい、はい、ということで以前動画でね、あのどういったことをこのチャンネルでやってほしいかっていうのを募集させていただいた時に、お声が来たものでございます。はい、はい、その名も今さら12部のチャレンジ。イエーイ。12部具っていつですか、出たの。2年以上前に来たこちらの12部具を、まあ、あのやっていこうという企画でございます。はい、当時ね、やっぱ結構難易度が高くてやってない、うん、今でもなんとなく難易度が高い気がしたってやってないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。なので今回はちょっと12部具に挑戦するにあたって、まあ、一応縛りをお達しがありました。はい、まあ、スーパートラスマサなし、スパトラなし、はい、そしてフェス限定キャラなし、フェス限のガチャから出るリミットは使用禁止、はい、ということでやっていきたいと思います。はい、はい、それではですね、今回の回では、シュラタン、エルナとアルヘナ、テグミ、こちらの、4つの12部分に行ってみたいと思いますが、はい、これさ、やるのにさ、トータルどんぐらいかかってたと思う？なんだろう、生放送だったんですよ。エルナとアルヘナ、テグミはね、生放送だったんですよ。2、3時間とか3、4時間とかかな。トータルで言ったら多分1日がかりです、ほぼ1日がかりかかってると思う。まあ、当時のエンドコンテンツだからね。そう、シャータンはあのアーカイブでやらせていただいたんですけども、うん、当時めちゃくちゃ大変だったので、まあ、よければね、当時のね生放送とかもね見ながら、いや今ってこんなになってるんだなみたいなのも感じていただければいいなと思って、今日は挑戦していきたいと思います。はい、まずはですね、シャータンとエルナと私が挑戦していきます。では行ってみっちゅに。はい、というわけでシャラさんやってきました。はい、こちらの一応攻略ポイントを紹介していきたいと思います。しまずは麻痺の対策はした方がいいです。うん、はい、あとは、デバフが効くので攻撃魔力、まあ、デバフはしっかりかけていきましょうところと、HP が半分で止まります。うん、はい、でそこで、果実が、登場するんですけども、この果実が結構痛いので先に倒すことが必要です。はい、はい、執念憤怒の、果実が出てくるんですけども、執念を倒して憤怒を倒して本体を倒すといったような形の、ね、流れだといいんじゃないかなっていうところです。はい、あとは MP の吸収とかもしてくるので MP の回復手段があるといいでしょうということで、今回はこんなパーティーで来てます。はい、こちらシュラタンは物理と魔法両方攻撃してくるんですけども、物理は単体物理しか来ないのでケニクロさん、回避で入れてます。はい、そして、シュートさんですね、土属性と闇属性を挙げたシュートさん来ております。笑っとる。いや、シエラタンが、うん、シエラタンがシエラタンって言われてシエラタンがね、あ、だからシエラ皇帝なんだなって。いやいやいや、シエラタンにシエラタンで行くチュニタン、チュニタンエルフィンはね全力ですわ。やっぱエルフィンはねちょっと本当にね、特に12部分だとあの5人で戦わなきゃいけないじゃないですか。うん、ただでさえアタッカーが1人でバフデバフが分けてしまうと結構きついので、うん、もうエルフィンはね取った方がいい。うんうん、取れる方はね本当に今でも最前線で戦えるのでおすすめかなと思います。そしてローザですね。いやちょっと分かんないんだけど、どんな感じかな。ちょっと一旦なんかジョジョ会と何入れずまいとか、はいはいはい、全力ね、まあ、一応ね全力全力。あとね、さ強制お試しジュース入れようかな、ちょっと暇だから。違う、お試しジュースじゃないな、強制お試しジェッティーズ、これめっちゃ強いんですよ出たらね。ちょっと待って、まあエレフィー見かけた気がしたですかね。うん、いやでも当時私はこの別に3時間4時間5時間ぐらい悩まされて記憶しかないので、トラウマ、トラウマしかないので、確かに12部分はもう二度とやらないって思っちゃうもんね。そうですね、戦った後余談、もうやだ、ねえめっちゃ強いんだけど、こんなに削れるもんなんですか。トラビハッ
ね、発音しない発音しない、そうキラーが 25% 乗ってないですけど、ね、うわーシルト君も全然食らわないね、やばいってやばいね、シルト君当時めちゃくちゃ第一線でしたもんね、ね懐かしい、まずトラストマスターしか積んでないんですけど、うん、トラストマスター自体も、まあ、全体的にやっぱ強くなってるので、うんうん、最先生のものをつけると結構いけちゃうなってところですね、最近もね、もう一回行くわシエラコテ、オッケー、シジョあれだよくわかんないけどさ、美学しちゃったもんねシエラコテこのために強いからね、はい、あのアルピマニアで、うんうん、シエラコテのイラスト、サード召喚のイラストがかっこいいって評判だもん、もう半分いってるし、そうですね、12ブグはね半分がね、そう足切りサインというかなんか、そうここから、うん、ゴゴゴゴみたいなね感じになるんですわ、倒産、ここは倒産、ここは倒産みたいな感じになるんですわ、ちょっとよくわかんないけどちょっと解説しててはちょっと風が先に入れとけば、風が持ってきて後から後入れだけで入れれば OK、 どうすかゴゴゴゴゴゴって言って私が変わるの、うん、やばいよ、赤い身とねこの怒った身が悲しい身がなるんだよね、執念と憤怒で、でも耳見た、やばし、いくよちょっと一旦セオリー通りにいくよ、うん、いいよ、いやこれ もしかしたらさ全体攻撃で結構削れんじゃないか疑惑あるけど、確かに火のね削れちょっとやってみる、いいよちょっとやってみるつってて、うん、バフはねかけといてね、そうですね、プロデュール、いや当時だってニックスとかで戦いましたもんね、火かどうか、そうだね、ニックスも当時は結構ねね頑張ってたけどね、うんうん、キンクルさん立ってるだけでちょっと仕事してる、仕事している、ちょっと徐々に回復ももう一回入れていこう、やべえのか、ちょっとやばいっす、身を食べよう、これだ、あれえや、ええ、え、待って待って、今ちょっと何をしたかっていうと、今何をしたかっていうとこれ、ええ多分これやばいね、これとあとなんかキニクロがちょっとスッてつついた、それはまあケニークロは多分かすり傷だろうけど、ちょっとこれやばー、じゃあこれ普通に単体でいくわ、火じゃないじゃん、え、火で攻撃せよみたいな、あらこれはなんかえ強くなってるね、これもっと強いね、なんかもっと絞ってもいけるね、もしかしたら最近の星4キャラとかはさもっと強くなってるから使えるかもしれん ねこれならしばきに行こうって思えるね、そうですね、うん、だってこれだよ、ステータスこんな感じです、うんうん、まあ、シエラ君はね結構まあ持ってますけど、とはいえまあ3前線のさ、うん、まあなんか攻撃2000だからね、そうそう、こう今のさ新降臨とかに挑む時と比べたら全然低めにね、うん、できてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、めっちゃ強かったですね、そうやっぱシエラ君はちょっとシエラさんにやっぱおすすめですわ、だねはい、やってきましたエルナトさんです、はい、エルナトです、これがあのなんかすごいね、えそうそうそう、そのエルナトさんがね、これですわ、ちょっとおしゃべりはしないんですけどね、当時はねおしゃべりを楽しんだ方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、ちょっとなんか感慨深いねこれを見ちゃうと、そうなんですよ、うん、はい、それじゃあ行きましょう、はいはい、ゴーラさん、ま、守ります、違った違ったん国鉄をまとうし無人、これマガブラス初心者だわ、マガブラス全体カバーで使うこと少なかったですからね、引き付け担当みたいなのがあった、はい、ドソンダが出てきます、ちょっと私今回ジェイクを入れてみたんですよ、うん、ジェイク初めて使うんです、おちょっと間違えてフレームの方を上げてしまったんですけども、まあまあまあ、おそらくエルナトは、エレクトロの方がいいと思う、そうだね、はい、これダブルアサルトが、まあまあ、なんだっけ、あの BE の混沌の闇で使えるようになったので、うん、結構すぐ溜まるんじゃないかな、いい、ね、ヒットバーストを溜めて撃つみたいな、そうそう感じだったと思うんですけど、はい、ジェイクがですね、あの混沌の闇倒したことによってダブルアサルトを使えるようになりましたが、はい、ちょっとフレームしか上げたいのでフレームに行っていいかなみたいな気持ち、はい、でフォースチャージを使って次のターンに、うん、クールフォースを使って次のターンに LB を打つみたいな、うん、そうね、感じになるんじゃないかなと思います、下げるの格子をね、はい、ドロンド入れますね、ドロンド入れて、うん、ダブル色にですね、ちょっと怖いからちょっと HP 除去回と全体ビジューズ入れておきます、うん、怖いから、はい、耐性があればねいいんだけどね、一応シトラがバサンダカを打ちましたが、うんうん、
あの攻撃とかが下がらない。あ、そうですね、確かに爪の借りとかがそのままいける、うん、はい、ちょっとじゃあ、うん、自分の攻撃ボールがダウンしちゃう前にちょっと増加、うん、ちょっともったいないけどもう一回増加します、うんうん、はい、そして暇です。なんかちょっと雰囲気ちょっと軽減とか持続したら軽減使えるから、こいつダブルでは使えないけど、そうですね、うん、軽減使おう、軽減使い、うん、ちょっと分かんないけど状態で使えてる、うん、で防御精神とか下げとく、うん、FM フーガも入れときます、攻撃力アップ、うん、そしてちょっと攻撃しておきます、うん、ね、これだけ終わり終わり、待って待って、ね、ローザが超強いんだけどどうしたらいい、そんな強い、このルールゾンだから精神依存だからね、そうだそう、エレフィムがバフかけちゃってるからすごい上がっちゃう、めっちゃ強い、そうめっちゃ強いし、今すげえ頑張っていっぱい貯めたのに物理の効く人さ、この腕しかなくなっちゃった、こっちのこっちの腕しか物理効かなくなっちゃった、ひどい話だ、ひどい話だよ、はい、ということでエルダトが左腕と右腕出てきたんですけど、はい、こっちの腕が、片方が魔法攻撃、片方が物理攻撃、比較かないようになってます、うん、でエルダト自体もこんな感じで体勢入っちゃってるので最初はね、はい、効かないですね、うん、まあいいんですよ、いいんですいいんです、これをとりあえず打って去っていきます、うん、OK、 さあ行け、わあ久しぶりに見たでしょ、ね、久々先見ることね、ビーチでしか見ない、わー、おー強っ、ちょっとどうしようかな、え、私アビ隠したサクラも連れてきたんですよ、サクラちゃんアビ隠したもののあんまり使う機会ないなと思って、まあ、雷でサクラいいじゃんと思って使ってきたんですけど、うん、ちょっとすごい悩むよね、あ、出すかどうか、いや、てかなんかそのあんまりなめぶしてるとちょっと事故りそうだけど、でもここでなんか多分シトラとかがマインドホーリーブラッドとか打った瞬間に終わりそう、そうだね、終わるね、普通に、じゃあちょっと、ね、うん、守るわせっかくだからさくら見せよ、どんどん見せるわ、ね、オッケー、見せる見せる、ね、強いね、え、すごいね、どうしようどうしよう、なんなら祈りで削れちゃいそうだもん、それにでも削れないか、本体そうですね、あの、はい、そうですね、大丈夫ですね、はい、ネコモン、エントアンテマーデッキ、エレクトロキャロン、ハンドストラップ、痛くも痒くもない、いっぱい来た、いっぱい来たけど大丈夫、アストラのね、あれも入ってますからね、サンダー系のその、うん、雷耐性アップも入ってるから、ちょっと強くなる、入れ替えや、せっかく用意したんで入れ替えするんや、ワイは、はい、ということでさくらちゃん出てきました、どうしよっかな、さくらやっぱ雷を打ってからのあれがいいと思うんですわ、うん、一応全部見せよ、ちょっとねここまで削らないようにする、 30% 以下になると激化しちゃうから削らないようにする、 ね、 そうだね、ちょっと怖い怖いですね、ステルフィムもう一回どんどん打ってます、はい、はい、シトラはもうちょっとお時間があれなんで、ね、ちょっとコーサリーしていただいて、うん、触るとね、倒しちゃうからね、危ない危ないかもしれないので、ちょっとプロセスキューとザブさんを狙っていただくようにしていただいて、はい、痛くな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 い、全然痛くないぞ、いける、まだ燃える、お前ならやれる、頑張れる、よしよし、さあここで、ここでですよ、オレンジ、どうしよう、全然全然これこっち倒さないとさ、5連陣いかないのかな、ちょっと分かんない、そうだねそう、まず結局倒さないとね、 そんなにいらないかもしれないけど、ちょっといくで、ワンチャン一発いっちゃうんじゃん、さあ強い、ほら、アップしてる、この後全力でエルナゾ叩くから、この後全力でエルナゾ叩くから、やることないね、もうやることないねって思うぐらいにはやることないね、そうだ、そうだ、終わっちゃうと、あ、大丈夫大丈夫だ、今大丈夫です、うん、今全員のレジスタイム、よかったよかった、はい、あ、出た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 、うわ、やばいね、ケタやばいっすね、そんなに全力は出してないですけど、1億だよ、はい、奥をまずね、あのねドブラスさんのね、カウンターで結構削れました、 9% ぐらいいきましたね、今いったね、
だってカブラスがずっとガードしてるだけで勝てるってことだよ。そうなんですわ。狂ってるよ、まあ、そうなんですわ。いやちょっと行きますわ、うん、あらーどっこいしょー。あれレジスト、もしかしてレジスト、あダメじゃった、ローザ、ローザ、ローザ行け。いやこいつ物理だから、物理じゃないんじゃないかな、さすがに。あ、よかったです。強い、ローザ強いね。これ物理なんですかね。物理だね、精神依存の物理だね。どうしようどうしよう、ちょっと多分みんな の, あのリレーズ切れちゃってるけど、すごい不安なんですけど大丈夫ですかね。いや大丈夫だよこれ本当。うん、非常に怖い。一応リズイルフォーカーに言うとこ、うん、カブラさん SP アビリティなんかすげーな。なんならシトラの召喚で行くもんねこいつ。あ、いや1回29で止まりますね。あ、そっか、はい。なんてちょっと怖い。ローザ強えな、マジで。ローザ強っすね、やばいね。なんていうか、ローザ強え、ローザ強い。ちょっと強い攻撃が来た気がするけれども大丈夫かな。さあここでジェノサイドモード、ぶっつかい、魔界めっちゃ来ますね。大丈夫かな。手の抜き方が分かんないぐらいだね、もう。はい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 、オッケー。ここねダメだ、耐性がついている。うん、まあでもさくらはね仕事したから。わかったわかった、もう一回出すわ。お、出す、こことだわ。いいよ、もうロートでもいいよ。いや私は決めてもらう、私は決めてもらう。下がってもいいもんね、下がってもいいよ、次で決めちゃえばね。頑張ってもらうね。でちょっと一応全体リレーで言うとね、うん、どん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 もう一回言っとくね。ロンド入れたらもう何でもいいですよ。ロンド入れちゃえばもう何でもいい。分かんないけど全属性タイプダウンですけど、うん、久しぶりのシトラさんですよ。シトラ久しぶりだね。非常に不安であるが、非常に不安であるがいけるか。いや強いんじゃないこれ、いいだよ。行ったら行ったと、ローザ撫でると言っちゃうから。そう、ローザ撫でると言っちゃうんで。あー撫でちゃった撫でちゃった。今撫でたのはあのジェイクだから。あ、ジェイク、よくしたよくした、大丈夫です今撫でたの。ただお前も撫でると言ってしまう、うん、さあ、フーガも入れておく、うん、ラブラス、プロセキューター、優しいことを祈る。これで決めます、ジェイクはいいんだ。攻撃魔力が下がってもいい、私は撃つ。オッケー、カウンターが強い。カウンター強いですね、結構攻撃できますね。これさ、先に入ってから攻撃防御ダウン入るよね。攻撃防御ダウン入ってから撃つのかな。いや、撃ってからでしょ。だよね、うん、ジェイクはいいよ、いけジェイク、お前の見せ場だ。リドちゃんを幸せにしてくれ、頼むぞ頼むぞ。どうしよう、これで本当1位とかの状態に入ってきた。いや大丈夫でしょう、面白すぎない。終わったー。ダメージ的になんかもしかしたらなんか若干下がってんじゃないかみたいなダメージ感はありました。ただそれでも倒せる、倒せましたね、うん、よかった、65万そうですね、ちょっと下がってるっぽいね、はい、うん、今日の MVP はローザでした。ローザ強かったね、ローザめちゃくちゃ強いですね。でローザだけで勝てたよこれ、ローザだけで勝てますね。ローザ一人とかできますね。ね、はい、ということで、シロさんとエルダットでした。続きましてアルヘナと手組はミソちゃんに挑戦してもらいます。いってミソシー。はい、ということで私はですねアルヘナと、手組に挑むということで、はい、まあ、2人のねこの2つの住人部分の、共通することで、まあ、物理と魔法を駆使して前半後半で分けて、うん、ダメージソースを変えていくっていうのが結構当時の攻略の仕方なんですけど、そこを、はい、強くなった星7の召喚ダメージでを貫いていくというのが私のコンセプトです。物理も魔法も関係ないと、はい、関係ないと、時代は召喚だと、召喚だと見せていこうと。でまずはアルヘナなんですけれども、最初は、召喚魔法、召喚魔法、召喚のアビリティじゃなくて召喚魔法で戦っていきたいと思います。リヴァイアさんだったらリヴァイアさんとか、はい、なのでバハムとそうなんですよ。なので、装備をですね手に入るもので揃えてきました。まずは、サマナーホーン、これがストーリーイベント、
でもらえるもので召喚魔法が 10% 上がります、はい、でこの 10% は普通にストーリーやってたらもらえるやつで、はい、15が、カッパの里から行ける、うん、ママチョコボのところで交換できるものでございます、はい、でこの純血の召喚師は、あのリディアちゃん、中心向くリディアちゃん の、ね、リディアのトラストマスター、トラマスですね、はい、で英雄の誓いは自分のもので、なんとですねトラストアビリティで発動することによってさらにね高まってくれます。もともと持ってるのと合わせてかなりのねステータス、召喚魔法次元時のステータスがアップするというものがつくので、これを駆使してね戦っていきたいと思います。はい、うわ懐かしい、あれやさ懐かしい。当時はね魔法ダメージ耐性なのでここで物理で挑むっていうところなんですけれども、うん、もう関係ないぞと見せていきましょう。はい、でまずは、リデュースソーサリーでちょっと召喚ゲージを貯めていきます。はい、でビルヘルムがカバウを行います、はい、でストラさんで、今回ストップとかが来るみたいなので麻痺とかねなんか状態異常も来るのでとりあえずそうですねストップと麻痺耐性は上げてあげるのかなってところですね、はい、上げてきます、はい、で、リバインメールと一応ねブロッサムハーツのやつです。まあいらないですけど、はい、言っときます。で、もうね星7の子を使ってれば、はい、スパトラなくともいらないです。いけるデバフなんて、はい、なのでレスタイン確かにデバフをいらないっていう、そうもうデバフいらない、確かに多少食らいますけれども耐えれるでしょう。確かにアルヘナさんは火と風の属性の攻撃をしてくるので、はい、ここがちょっとあれかなって思う。まあでも全然でもね結構ねやっぱ割とデバフって大事だね。そうでも当時は死んでたから、うん、死んでた死んでた、はい、でそこで足りない分を回復しながら、スピリットハイタイドダブルで使っていきまして、はい、いっぱいになったところでですね今回は、リバヤさんをダメージソースにするので水属性を下げていきます。はい、全力かき氷この水属性を下げるために、はい、ビーチアタックとかね持っていきましょう。何でもいいです、何でもいいです。でもうリバヤさんを打ちます。デバフがやっと入りますか。はい、はい、もうこれねデバフってよりは水の水属性を下げたい下げるためのデバフです。はじゃあ見ときましょう。ここもいいんだ、チェインとか組まないんだ。もう組まないです、もうそのままボーンといくんだ。もうそのままボーンです。よいしょドーン、強い水産になったリバヤさんもめちゃめちゃ強いってことですね、うん、でもこれはもうガードでいいです。はい、特に何もすることありません。じゃあ 50% で止まったって感じですねこれね止まりましたこれ HP がね。で今度はアルヘナさんが入れ替わって、はい、なんとですねこちらが物理ダメージ耐性、はい、なのでここからは魔法で攻撃しましょうというギミックだったんですけども、次からもリバイアさんで貫いていきたいと思います。はい、ということで同じように HP トリガーの攻撃も全然耐えれますね。全然関係ないですね、はい、でここで、うん、ものすごくまだ水がね、水が下がってるから、今水が下がってるからスピード入りたいで、頑張ったアルヘナさん防御の精神上げてたよねごめん 50% 切ってめっちゃやるぞやるぞってなっとるのに、ね、こんだけ全然あかんやろ。そうあれ召喚だから、召喚ダメージだからさ、ね、入っちゃうんだよね。何でも入っちゃう。さあこれで溜まったということでね、まあいいでしょう。MP を吸われちゃいましたけれども召喚魔法なんで関係ないぜというところでございます。なるほど、 MP は俺には関係ない。水を下げたところでもう一回リバイアさん、えめちゃ強いね。いやでもさ当時召喚ダメージ流行りましたよね。ね、流行ったね。入れて召喚決めるみたいな、当時というかその時代だったかはちょっと思い出せないですけど、はい、懐かしいですね。懐かしいですね。ハムとフィニッシュしてたわ。ただなんかあの召喚魔法にね水属性のダメージなんですけれども水のデバフが効いてるかどうかはちょっとねあの不安ではあるということで、こんな感じで倒すことができました。うわー強いね召喚も。やっぱこれあれですか、その召喚魔法もダメージアップをちょっと積まないと厳しい感じですか。やっぱりいやー別に平気そうですね。多分もう星7の状態でトラストアビリティが発動してれば、はいはい、結構ダメージが出るので全然余裕かなと思います。そもそも召喚の、あれを上げる子を持ってれば、うん、はい、全然いけそうだと。そうただなんていうんですか、もらえるのでストーリーイベントとか。あそうね、もうすでに持ってるものが結構あるので、うんうん、せっかくなんでって感じでつけてます。ちょっと他のキャラでもねめっちゃいけそうですね。はい、続きましてテグミン戦っていきたいと思います。テグミンはですね、はい、光と水で攻撃すると、回復してしまう、今回はですね、なので召喚
カテゴライズの、はい、アビリティを基準に戦っていきたいと思います、はい、で無属性のこちらということで魔力と精神を、まあまあ手に入るもので挙げてみました、はい、ホーリーワンドとかは、もらえるものですし、この辺もなんかね、あの頭使ってなさそうな感じでやってみたいと、ね、レシピのキャラクターですね、はい、思います、はい、わー懐かしい、テグミンさん、テグミンさんはねちょっとやっぱ恥ずかしがり屋だからね、そうしばらくちょっと石室の中にいらっしゃるけど、そうなんですよ、ガタガタしとるわってなったわね、なったよ、はい、じゃあ同じようにやっていきます、はい、まあ、何が来るか分かんないんでこれをね開けておいて、で属性攻撃もね来たったりするみたいなので、うん、上げてきます、はい、属性は水属性が来ますね、うん、はい、でシャイニングチャーとかで入れていきます、はい、で今回も今回は、属性で攻撃しないので、うん、極楽を昼に使っときます、はい、でシトラさんは愛も変わらず隠しちゃいけないんでこのリデュースソーサリーはいで上げてきます、はい、ちょっとダメージカットですね、はい、はい、おー、光も攻撃しましたね、うん、攻撃だ、攻撃して回復してますね順調にあの光の武器持たせてたなって、うん、あ、光、あ、そうなんだ、光の武器も持っててホーリーも持ってる多分ホーリーかな、あのカウンターですね、多分カウンターでビルガルムが回避寄りにしてるから、そう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 、あのカウンターホーリーで回復してますね、でちょっとスピリットハイタイドを回復しちゃうんだけど、まあ、冒頭なんで別に A ということでいっちゃいます、うん、召喚ゲージを貯めていきたい、にまあ、シトラもあべ隠してかなり強くなりましたね、そうでトリプル換気使えるようになるんでこれでトリプルで打てるんですな、そうですね、マックスまでいくと、いきます、はい、どれくらいのダメージなんでしょうか、よいしょ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 、あ、頑張ってる頑張ってる、いいダメージ、ね、バフがね、今フィーナちゃんのやつしか乗ってないので、はい、80% かな、意外とそんな高くないんですよこいつが、はい、いやでもそれでもねそれだけ上げてくれてそう属性も上げてくれるっていう、そうなんですよ、優秀ですね、なので次は、はい、あれやりたいですね、ホルカとシトラでバフをかけていきたいというような流れでございます、はい、シャイニングチアかな、マヌトピアかな、頑張れ、はい、さあこれでこれ動いてる、動めいている、ここ来ましたね、奮起ただ大丈夫ですね、はい、まだ様子見お互いっていう感じですね、はい、で召喚ゲージがねどんどん上がっていくので、はい、全然すぐに攻撃できちゃいますね、はい、よいしょ、いきます、はい、これでもう3つ使えるんだね、召喚ゲージの消費量、そうなんですよ、うんうん、結構ねすぐ使えるんですね、でこの、デビルサブマージたちが 120% 上がるので、さっき80だったんですけど、はい、さらにダメージが上がってくれます、はい、よっこい、せーの、よいしょ、よいしょ、いいダメージ出ますね、デビルサブマージで防水じゃないですか、あ、デブルサブルマージともう一つのデビルランチャーで、ー、120全部が上がるとよっていうことですな、打っときますとりあえず何事もなく打っときます、はい、さて、まあ、はい、まあ関係ないですけど、関係ないですね、まあ、関係ないですね、ディレイズが入りましたね、うん、で 59% で行きたいと思ってからの中身出てきましたね、はい、異様のものが出てきました、はい、なんか渾身の一撃、はい、クリームは回避100ではなさそう、あ、回避100ではないです全然、はい、若干回避だけど別にもう何でもいいです、うん、まあ今のビルフィルムさんとか全然耐えそうな感じがしますけどね、うん、はい、レジストしましたね、はい、今度はそうで今度はそうなんですよ、魔法ダメージ耐性なので、はい、その辺がねレジスト起きちゃったりとかします、うん、が、まあ、関係ないです、まあ、レジスト操作で打っていきましょう、はい、ホルシトはね一応念のためにこの耐性をかけておきます、ふるさと並み、うん、まあやることないですね、でも思い切り入れてきますか、うん、まあ、デバフさっき入れたんで、はいはい、1パラソルしときます、まあ軽減しときます、うん、本当にねすることがない、ちょっと私キーパーに、ね、何でもいい、はい、引き足とこう、はい、さ
さあここで次夜にはこれぞ我が渾身の一撃、我が剣の一撃、はい、さあこれは全てウィルヘルムが受け切りました。受け切ってくれる。よいしょ、物理が通りますからね。はい、ここでが通るんですね。はい、ボリーはレジスト、これはね、うん、逆にラッキー、ラッキー逆にいいですね。はい、ちょっとジャッジメントクロスかも物理が通るんで行きましょう。はい、で彼女はトリプルでいっちゃいましょう。無関係レッコか、あ、魔法だったわ。まずいのは魔法でした、すいません。そうね、さっき取ってたからね。そう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 、うん、失礼いたしました。でもリレーズをね、もう一回負けたというのがね、うん、はい、じゃあどうしようかな、そういうことないな、そういうことないな、うん、うーん、ディルさんマージしとこ、もう一回アーズしとこ、すごい、まだカウンターとか攻撃肉片飛び散ったね。何でしたっけこの飛び散った系の なんかね、あと即死も来るんで、あ、即死来ましたね、現地の盾、ね、はい、持たせてあります。はい、でもう変わらないです攻撃は。またさっきと携帯変わった、なんか顔なくなったね、顔なくなったっていうのかな、溶けていってしまう、まあ、手組みさんとか、ね、またエルナゴさんみたいにストーリーがあるのかな、うんうん、ね、ありそうだよね、通常でいくわ、気になるところでありますけどね。さあここからおかげ上手るか、手組みさんは必死回線の一発打てるのか、打てるのか、頑張っているが攻撃は通らない、なかなか。さあここで終わりが見えてまいりました。はい、召喚ゲージ落ちてくんないかなっていう気持ちで通常とこ、通常とこ、多いね、召喚締めをしたい、いきます、はい、よいしょ、想定してた通り、よっこいしょ、おーい、まあ、なので、ね、そうギミックとか無視して1パーティーでもう召喚でねゴリ押しっていうのが結構十二武具億劫だなと思ってやってない方はぜひねこれおすすめです。はい、大体どの十二武具もいける、ぜひね、あのやってなかった方はねシトラちゃんとかねリビアちゃんとか使って倒してみてください。はい、はい、というわけで今回は皆さんの、リクエストにお答えして、うん、十二武具に挑戦させていただきました。意外とね十二武具、まだまだ使えるものとかもあったりするので、うん、まだクリアしてないよっていう方はぜひぜひもうこれを機にね、チャレンジしていただければと思います。はい、それでこちらの十二武具シリーズなんですけどもね、また続いていきます。はい、ジェリブグの全部制覇するまで続いていきますので、ぜひそちらの方をチェックいただければと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 FFB の世界観を深掘りするサポートアプリ FFB デジタルアルティマニア好評配信中。月額800円で FFB の世界をより深く楽しめる、まさに魔導書のようなアプリです。こちら召喚パスを使用してのカード召喚など一部機能は無料で楽しめます。詳しくは概要欄にリンクがありますので、ぜひぜひ遊んでみてください。それではまた見てね、バイバーイ。